超重機診断空側、足プロダクションが制作し、1985年4月5日から1985年12月27日まで TBS 系列で全38話が放送されたロボットアニメ。放送開始当初は全52話を予定していたが、アメリカでの超合金ブームに乗って、 小合金の在庫をすべて輸出した結果、売り物がなくなったためサンクールで打ち切りとなった。以後は、OVA で TV シリーズから続く物語が描かれた。その後もスピンオフコミック、続編アニメ作品が各一作ずつ制作されたほか、本作に登場するロボット群とキャラクター及びストーリーセンテンスが、テレビゲーム、スーパーロボット対戦シリーズの数作品に、 導入されているロボットアニメというジャンルが機動戦士ガンダムを発端とするリアルロボットに接見されそのリアルロボットものの潮流も一息ついた時代の作品である最新鋭兵器を駆使する特殊部隊という重戦機体の設定や侵略者に対して民間人がレジスタンス活動を繰り広げるといった面ではリアルロボット系作品の作風を意識しつつも敵が 有機的で不気味な兵器を要する宇宙からの侵略者という点、等ではリアルロボット以前のスーパーロボット系作品で見られたロボットアニメのお約束的要素も取り入れられている。シリーズ構成兼メイン脚本家の藤川慶海は代表作、六神合体ゴッドマーズでも見せた過酷な戦いの中で展開される愛憎劇を本作においても基本コンセプトに据えた。 その主軸を主人公の推しではなくヒロイン、サラとし恋仲だったシャピロが野心ゆえに敵の軍門に下り自分の故郷たる地球や恋人だったサラを窮地に落とし入れるというシチュエーションが本作のドラマに他の作品にはないアクセントをつけることとなる。また、重戦機体の4人をストーリー上ほぼ同格の位置づけで描くことで彼らの青春物語を軸に据えた。 群像劇としての側面が強調された点も、ロボットアニメの描写としては斬新な形であった。さらには、主人公たちの精神的な成長や、戦局の熾烈化に合わせて登場する重戦機の新たなる機能が発現するイコールモーが行えるようになるという設定も、序盤においては、回を追うごとに、新しいメカアクション描写が展開されるという見せ方につながり、 こちらも物語を盛り上げることに貢献した。しかし、子供や老人までもが無残に死んでいく、無慈悲な侵略者との戦争という殺伐とした、舞台設定に加えて、サラのシャピロに対する、愛しているがゆえに憎むという感情は、商業展開上のメインターゲットたる、低年齢層の男子には理解しがたいものだった。そして、ロボットアニメでありながら、 主人公側の人型ロボットが登場するのは第11話でタイトルにもなっている主役メカダムクーガの初登場に至っては第2クール以後の第16話と非常に遅いなどドラマを重視しすぎた展開も定年齢層の男子の視聴者には受け入れられなかったばかりか不評と品種化を買う結果に終わったキャラクターデザインは足田富を率いるスタジオライブの若手アニメーターの 中で頭角を表しつつあった数名がインドリコ屋のユニット名でデザインを行った。具体的なデザイナー名とその担当キャラはスタッフの候を参照のこと。主人公4人のキャラデザインにはこの時期に流行しだしたオシャレブームの潮流が反映されアイキャッチに登場する際の4人のファッションや本編でのプライベートシーンでの彼らの服装はあたかも 当時の原宿あたりに多く見られたようなバンダナ、トレーナー等、当時のおしゃれな若者の流行がふんだんに反映され、この点でも、やや年長の視聴者を意識した演出が見られた。一方作画監督はそのほとんどがは、アシプロ作品で、馴染みのあるアニメーターが、完全な定期サイクルではないもののローテーションのような、形で務めている。スタジオライブ所属のアニメーターは、原画での参加がほとんどで、 作館は、ただの数子が、わずかに3回担当したのみだった。ダンクーガのメカデザインは、バンダイ社の玩具デザイナーだった、村上勝氏の手によるデザインゲガをもとに、現在では、キャラデザイナーとして活躍している、平井久氏が、平井久氏名義で手掛けている。当時は、中村プロダクション所属だったため名前の後に、括弧で所属が表記されていた。敵側のメカは、 平井久と、当時まだ新人だった、大張正美が担当。本作は、キャリアの浅かった大張が、メカデザインや事実上のメカ作画監督を手掛けた点で、大張にとってのステッピングボードとなった作品と言える。20世紀末、侵略者無けゾルバドス軍の攻撃により、地球は壊滅的な打撃を受けた。だが、ロスイゴール長官と、は月博士が、密かに、 イーグルファイターら4体の重戦機を完成。藤原忍びら4人を招集し、重戦機隊を編成。これに対抗する。タイムゲ帝国のために、イゴール将軍によって結成された最新衛兵機重戦機を要して野生的な戦法を駆使する独立部隊。その本部となる、 獣戦基地は日本に置かれているが特定の作戦管区は持たず、世界各地の戦線からの支援要請や民間人のゲリラ活動が苦戦する地域の情報を受けるとそこへ出撃する。作戦は指揮官であるイゴール将軍から遂行地点や最低限の条件、遂行すべき目的のみが示され、具体的な作戦内容については、忍ぶら4人の自主的な判断に任されることが、 多かった。忍の命令違反的行動によって、町が崩壊してしまう、と任務失敗のケースが見られるが、帝国の撃退率は、その野生さから極めて高い。シャピロとヘルマットの計略によって、獣戦吉の位置を暴かれて、襲来にあった際に、イゴール将軍が戦死し、以後は、タイムゲ帝国戦から、再生、ムゲ戦までを、葉月博士が、対 ディラド戦では、ドイル長官が公認を務めた。主に重戦機体の危機を救うために結成された、ゲディラチーム。獣戦基地襲来後はアランが亡き父の意志を継ぐべく、重戦機体と共に行動する。月で敵基地破壊作戦を実行した際に、アランが戦死し、解散状態になる。無下帝国との戦いが終わって1年後、ゴッドブレスでアランの元恋人だった。 四季島レミが副隊長だったフランシスを頼りに、バンデッツを結成。収容所の罠にかかった、重戦機体を救うために警備隊と銃撃戦になり、全滅する。葉月博士が設計した4機の超兵器。それぞれの機体が通常兵器型のノーマルモード、獣型のアグレッシブモード、人型のヒューマロイドモードの3つの、形態を持ち、さらに合体して、弾空がになる。 操縦者の精神エネルギーに関応することで通常、兵器をはるかに超える戦力となるが、その反面、操縦者への負担が大きいため、波外れた、精神力の持ち主でなければ使いこなせない。忍ぶたちでさえ、合体が可能になるまでには、数ヶ月を要している。イーグルファイター以外の3機はスイッチを押すことで、アグレッシブモードに変形する。 当初はヒューマロイドモードへの変形機能や合体機能は伏せられており、話が進むにつれて明らかになっていった。イーグルファイター以外は単独での飛行機能を有していない陸戦仕様であり、この3台の長距離移動に際しては常に輸送機が利用されていた。なお、ヘルメットのバイザーの色は通常は青だが、アグレッシブモード時は赤、ヒューマロイドモード時は緑、 合体時は黄色へと変化する。各機体の変形シーンバンク作画については、イーグルはハバラ、他の3体はオーバリが担当。各機の名称やモードの故障は、劇中では統一されていないこともあった。ここでは、現在一般的に使用されている故障で統一する。4機の重戦機が合体して完成する巨大ロボット。獣戦基地において合体システム、 サンクス1138のロックを解除、イーグルファイターのメインコンピュータにキーワード、ダンクガを入力することで、システムが起動し、それに従って自動的に合体する。合体の際には、各機体ともバリアによって保護され、一切のコントロールが効かなくなる。そのため、システムが初めて起動した時は、事情を知らないスケに回線を切られて、システムを強制終了されてしまった。 メインパイロットは、忍だが、必要に応じて、他のパイロットのコックピットに操縦系統を移乗することも可能。なお、合体による操縦者への負担は重戦機単体の時以上に大きいため、出撃が続いた際には、は月博士がイゴールに、これ以上続けての出撃は危険だと進言したことも、ある。初登場は、第16話。その後も毎回登場するわけではなかった。 TV シリーズでは、大眼を武器として使用した他は、もっぱら殴る、蹴るの攻撃がメインだった。はじめは飛行できず、新規に開発された、ブースターユニットと合体することで、飛行可能になった。なお合体後は、自在に分離、再合体が可能で踊りのためイーグルファイターと、ビッグモスのみで合体、他2機を別行動させる場面や、イーグルファイターのみ分離。 ミサイル攻撃を行った後再合体する描写もある。ゴッド・ブレス・ダンクが以降は強化改造型として登場。ウィングとスラスターがビッグモスの背部に常時装備され、必要に応じて展開することが可能になっている。これにより、ブースターユニットなしでの飛行が可能になった。なお、ビッグモス単体で飛行したことはない。さらに、全身の訪問を正面に向けられるようになり、 通称、段空法が使用可能になっている。段空画は漢字で段空画と書く。その名前には、我を空にして煩悩を立つという意味がある。合体シーンでの段空画はデザイン画に比較的忠実に描かれているものの、他のシーンでは作画の段階でプロポーションが調整され、デザイン画よりも整ったスタイルになった。オーバリは超重機神 ダンクが完全設定資料集でスーツアクターが演じているイメージとコメントしている。また、アップになると精密なディテールが描き込まれることが多かった。ブースターユニットと合体した状態はデザインの時点で肩の形状などが当初のものから変更されている。その後、ゴッドブレスダンクが白熱の終章と2度にわたってデザイナーが交代し、それと同時にデザインも 新たに描き起こされている。本編に登場しなかった形態として、ブラックウィングがブースター部となったファイナルダンクーガが存在する。武装黒騎士シコとアランが独自に開発した戦闘機。重戦機ではないためアグレッシブシステムは搭載されていないが、ヒューマロイド形態への変形機能を持つ。設定上は両翼を折りたたんだキャリアモードと呼ばれる形態が存在し、 イーグル以外の重戦機を輸送することも想定されていた。スーパーロボット対戦シリーズでは、段空がに飛行ブースターとして合体し、ファイナル大空がとなる。発売元は EPIC ソニー。各曲とも TB サイズはフルサイズとは別に録音された。本当のキスをお返しには、フルサイズにはないギターソロがイントロに入る、シャドイドリームは、 サビの歌い方が一部異なるなど、フルサイズからの編集では再現できない形で録音されてある。第2期 OPED は TB シリーズでは終盤の5回しか放送されなかった。しかも OP は変更初回は映像が一部未完成のまま、第1期 OP の映像を流用する形で放送された。その後4回は完成版が流され、ビデオにも収録されているが、 DVD では第1期 OP を流用した未完成版にすべて差し替えられている。現在、ラスト4話で流されたサウンドエフェクトなしテロップ付きの完全版が視聴可能な DVD は存在しない。OVA、失われた者たちへの鎮魂歌では当初からサウンドエフェクト付きの音テロップの完成版が使われている。本作の音楽は OVA も含めてすべて池田景子と、戸塚治虫の共作となっている。厳密には、両者の作業は分担して行われていたというが、その内訳については、DVD ボックスのライナーノーツに、主にクラシカルな曲を、戸塚、ロック調の曲を、池が手がけたという推察が書かれているのみで、詳細は不明。戸塚は、レノン・マッカートニーのように、どちらが作った曲も、 強作ととすると決めていたと語っているただし、超重機心、ダンクが完全設定資料集では、大張正美がダンクが初登場のシーンで使用された曲のことを池さんの曲と語っている。なお、TV 版の BGM は、1985年の放送時に、当時の EPIC ソニーから、ボリューム1と、ボリューム2が発売されていたが、その後絶版となったまま、 他の作品とは異なり20年以上も復刻することもなかった。ネットオークションやコレコードショーでは場合によっては1万円以上の高値で取引されていた。ことにボリューム2に至っては LP は発売されたが CD 化されることもなく完全に幻の作品だった。ところが2007年にソニーミュージックダイレクトが人気投票の結果、 低速数が足りると完全予約方式で復刻に移行するオーダーメイドファクトリーにてまず、ボリューム2の復刻が決定、10月にリリース。続いて、ボリューム1も復刻が決定し、2007年12月にリリースの運びとなった。この状況から、失われた者たちへの鎮魂カレクイエム4ビックティムズのサウンドトラック版の CD での復刻も、同サイトで投票が開始され、 2008年3月にリリースされた。3タイトルとも2008年7月にサイプレスが行われている。本作の特徴として以下のリストに括弧内で示したように日本語サブタイトルに付して英語サブタイトルが同時に提示されていた点が挙げられる。意味的には日本語の直訳だったり異訳だったり若干のアレンジを加えたものだったり時には37話のように 日本語サブタイトルとは全く異なる意味のサブタイトルの場合もあり、法則性はない。t v シリーズは打ち切りという形で終了したが、ファンの熱い声援に応える形で断続的に続編が制作され、OVA として発表された。番組中盤にはすでに OVA の企画があったが、この時はローラにスポットを当てた番外編的な内容になる予定だった。 しかし、打ち切りが決定すると、ムゲとの決戦を無理に放送枠内に詰め込むのではなく、後からじっくり描こうという案が浮上。TV 版の最終話は、ダンクーガがムゲの宇宙に突入するところで終了し、その続きが o v a として作られた。総集編と新規に制作された、ムゲとの決戦で構成されており、総集編パートは一部のセリフが変更されている。また、 必殺武器、弾空剣が初登場した。重戦機体の物語は、ここで一度終了する。なお、クレジットには、原画でしか表示されていないが、新規パートのメカ作画監督は、大張正美が担当している。そのインタビューにて、残画用の他に、弾空剣、無下魔球、無下の霊波砲のデザインをしたと語っている。また、残画用の名付け親も、大張で、当初は、 弾画用を考えており、その名前は後にバンダイビジュアルから出た OVA で日の目を見ることになる。弾空剣の他に体になるシールドもデザインされたが本編で使うことはなかった。メカ以外の無限側の作画監督は、ハバラ義が担当した。LD ボックスには総集編パートをカットした形で収録されていたが、DVD では本来の形に戻されている。 無限との決戦から1年後を舞台に、密かに地球を狙う間の手によって追い詰められた、重戦機隊がアランの意志を受け継いだ、ゲリラチーム、バンディッツの協力を得て戦う。劇場公開を予定して作られたが、初版の事情により、OVA として発表されることになった。本作から、弾空クは強化改造型となり、重戦機と合わせて、デザインが変更された。また、 必殺技、ダンク光木馬券は今回の未使用。サウンドトラック CD の発売元が EPIC ソニーからキングレコードスター・チャイルドレイベルに変更されたため、劇中で使用された楽曲はすべて新たに録音されている。OVA の発売に先駆けて、主演声優陣によるユニット、重戦機体が結成され、全国4都市で行ったライブを収録したアルバムと、 ビデオ LD も発売された。その後 OVA の発売に合わせて、重戦機体の歌う OVA 挿入歌がシングル化されたほか、シングル収録曲の別テイクバージョンとメンバーゲストのソロ曲 OVA 主題歌を収録したアルバム、超重機神ダンクーがソングスフォーダンクガーも発売。クレジットはされていないが、メカニックデザインとして大畑光一が参加し、 内蔵支球イングやダンクーのデザイン及び、ギミック設定、中盤に登場する再生無限のセン兵グザードのデザインを担当している。この他ダンクー画の全身の設定画も描いているが、これはメカ作画監督を担当した佐野宏俊が全体的にスリムで有機的なフォルームでスタイリングを統一したため、スラスターノズルの位置以外ほとんど反映されていない。大畑は後に、 友人がダンクーガをカプセルトイにした際に監修として参加しており、この商品にラインナップされたダンクーガはこのコット、ブレスバムオーハタコーに近いシルエットになっている。オーバリ・マサミも本作に原画で参加している。一緒に作業したゴーダ・ヒロアキと名前を混ぜて、ゴ長チョ名義でクレジットされている。新たなる侵略者、ディラドが出現。これに対抗するため、解散していた。 重戦機体が再び召集される。死んだと思われていたシャピロが復活、重戦機体は戦いだけではなく、過去の因縁とも改めて決着をつけなければならなくなる。内容的にはゴッドブレスダンクがの続編だが、前作とは対照的に重苦しい空気が前編を覆っている。ダンクーガのデザインは、それまでと比べて線が極端に省略されている。 制作側としては、TV 版のデザインは当時としては異例に線が多く、動かすのが難しかったため、作画の手間を考慮してのこと。BGM は再び EPIC、ソニーの音源が使用されたが、新曲は制作されず、主題歌も含めすべて旧作からの流用で、まかなわれている。1998年5月25日に、全4話を一巻にまとめた連価版が発売された。 カクワリスト1986年に発売されたミュージックビデオ。TV シリーズの主題歌、挿入歌に新曲を加えた全6曲を収録している。映像は TV シリーズのものを再編集して使用しているが、アローン孤独の戦士と曲間に挿入されるショートアニメは完全新作。収録曲、バーニングラブ曲自体は既存のものだが、重戦機体のボーカルによるものは、 新録音。アイユ・ファラウェイ・ホントのキスをお返しにシャドイ・ドリーム、ためらいにピリオド・アローン孤独の戦士新曲1987年1月18日に行われた、重戦機体を演じた声優によるライブを収録。曲名は、ジャケットの表記に準じた。ダンクガーの表記は、当時の商品名に準じた。バンダイビジュアルより発売、重戦機体ソングス以外は、 デジタルリマスターでの収録。なお、ブルーレイディスクもほぼ同じ構成で発売された。ダンクーガの英語表記は、アニメ本編では、ダンクーガとなっているが、放送当時の関連商品等では、ダンクガーと書かれることが多かった。R 付きの表記は放送終了後も様々なところで、使用された。ゴッドブレスダンクーでは、タイトルロゴは R なし、本編中の表記は R 付きとなっており、 二種類の表記が一つの作品の中で混在している。この件について当時のスタッフは R 付きの表記は玩具の商標登録の際の行き違いだったと語っている。DVD ボックスの制作時にこの証言が得られたことからそれ以降は R なしが正式な表記となっている。白熱の終章の廉価版のパッケージにはダンクガーと書かれている。 超重機神ダンクーガの英語表記は以下の通り、スーパーロボット対戦シリーズはバンダイナムコエンターテインメントがリリースしているゲーム。概要の節で言及した通り、本作に不定期に登場しており、アニメでは使用されなかったダンクーガの形態、必殺技が公開されたり、アニメでは実現していないダンクーガの場との共闘を成し遂げるなど、独自の展開を見せている。 ありがとうございます。